開けるためのじゃあ俺らがいつか開けるよってことこれ。え、それ確実に金装備らしい。それ地下室の鍵じゃない？え、多分秘密が眠ってるんだよそこに。うわあ、俺あれかも。うわあ、来たわ。子供の時にさ、これこの話すの初めてなんだけど、お前お結構父親がさ、一回家出るとしばらく帰ってこないのよ。なあ。で、俺結構ねしつこくね、なんか家に地下室があって、はい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 。結構何があるか気になって聞いてたんだよな。うん。壁ね。そう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 。壁だ。ほんで、まあ父親とはしばらく会ってないんだけど、最後に、父親がなんか出かけて行った時に、俺が帰ってきたら地下室開けてやるよって言われて渡された鍵だ。これじゃん。じゃあじゃん、その鍵じゃん。じゃあ大事に取っとかねえと帰るその日まで。それじゃあ地下室さ、じゃあごめん、そんなやつ連れてってやるよ。じゃあ地下室まで。お前すげえやつだったんだな。え、そこにあるんだろ。地下室になんか絶対あると思うんだよね。絶対あるじゃん。いやマジで800円で売らない方がいいよ。取っといていい？大事なもんだろ。だって前が始めた物語だろ。うわ、その言葉ちょっと刺さるかも今。マフラー巻いてやれよ。なんで泣いてんの？26日までに行こうじゃ、あの地下室、行こう。それは行こう、それは行こう。そうだね。ごめん、本当駆逐するかも今から。本当の駆逐が始まるのかもしれない。何急に。え、何？え、な、何を？なんかどっかで聞いたこと、なんかどっかで聞いたことあるようなセリフ、なんか言ってないなんか。え、俺なんかおかしいこと言った？いや。じゃあ別におかしくはないけど。たまに言うんだけど、口ってたまに聞くんだけど。しっくりは来たけど。思い出したんだよね、人類は。俺ね、人類は。俺ね、人類思い出した。俺っていう名の人類が思い出した。思い出したんだ。まあ、正直そうだな。これが本当駆逐なの。駆逐したな。はい、駆逐入りまー。え、倒した数とか数えとく。右手噛むまでもなかった。討伐数みたいな、右手噛む。あ、ごめん、なんでもない。怖い。お前、最近おかしくないか。それは忘れて、それは忘れて。まあ、それは年頃か。とりあえず、心臓は捧げた方がいいぞ。え、何に？どういうこと？どういうこと？どうした？なんかいた俺今。いや、なんかこいつうなじが弱点だ。ええ、なに、なに、なに、うなじ、え、いや、頭狙ったから。ああ、頭狙った1点もない。てか、ダカローのそのフード、なんか自由の翼って感じするな。え、自由の翼。ごめん、ちょっと今脳内にいきなり出てきたわ。聞いたことある、聞いたことあるような気がする。でもあれだな、戦わなければ勝てないよな。なんか飛び出てない。え、待って、これこいつ今壁の中にいたない？壁壁の壁あ、ごめん、樽の中だったわ、ごめん。ごめん、聞き間違いか。でもいや、つかさ、もうマジ70円きちいよな、マジで。でも思うんだよな、いいから黙って俺に全部投資しろって。なんか聞いたことある。あ、待って、あさっていい？あー、もう何の成果も得られなかったよ。こんだけ漁ってお前ごめん先輩、何の成果も得られませんでした。正直がっかりだわ。結構なんか期待してたのに、今年はやれるって。そうなんだよな、またかよ。あー、これあれだな、これウォールマリアの裏にいるな、弓が。え、ウォールマリアって何？あ、違う、この像がマリア像みたいだな、みたいな話。あれ、ね、壁で、ごめん、なんかうまいこと言うね。なんか言ってた。いや、なんか言ってたからさ。わあ、なんだ、うわ、この敵変だよな。どいつもこいつも面白いつらしやがって。
確かに。おい、あんま動くなよお前。上手に動けねえだろうが。おい。やっぱすげえなあ、兄さんじの地獄見てきた先輩たちは面構えが違う。クさん大丈夫か？聞いてくれて。大丈夫大丈夫。あれ？え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 ？あれ？あ、え？あ、傷の？え？残酷だな。この世界な。